今時流行りの太陽光発電これって本当どうなんでしょうね拓見師相原と申しますこの動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します今回は省エネそして電気料金が高くなる今 太陽ます。今建て売り住宅そして注文住宅なんかにしてもですね ZEHZEH まあ0円エネルギーハウスかなという形ちょっとこれ ZEH のロゴを間違えてるかもしれませんけど、まあ、こういう部分の基幹となる部分太陽光発電ということ自体がですね建て売りに買うしても注文買う場合にもかなり注目を集めています。まあ、単純に言うと 屋根の上に太陽光パネルという発電システムをつけてそこで発電をする発電した部分に関して家の電気は全部賄う余った部分に関しては売って売った形で利益を得るというのがこの いいわゆる太陽光発電システムという形神奈川県の場合黒岩知事が非常に力を入れているという部分もある大手の部分でいうとアーネットワンさんなんかが今神奈川県のエリアですと太陽光発電を搭載した形の部分の物件を販売している他の建てるメーカーさんなんかにしてもやっぱりそうですね注文住宅なんかに関してもやっぱりこの太陽光発電してそして車も、ね、今車も電気自動車なんかでいう形になりますからね車も含めた形で一体して、まあ、電気料金自体を払 払うんではなくて作ってそれを活かすという時代になっているということですねただこれに関しては非常に賛否が分かれています実際太陽光パネルというもの自体がどうやら耐久太陽年数が10年しかないんじゃないかとかね そうなるとこの10年経った後というのに関してこの太陽光発電システムというのはちゃんと使えるのその後もという話というのが結構うつまえていますでいわゆる太陽光発電否定派という形の意見をやっぱり述べていくとですね当然東日本大震災直後にやっぱり太陽光発電システムというこの部分に関しては非常に流行りました。 それはねやっぱり計画停電だったりやっぱり電力難という形があってやはりその状況の中にあってこの太陽光発電というもの自体が自分の家で電気を作れるんだったらどんなことがあっても何とかなるんじゃないかってことでわーっっっっとと広がったたっていうう空気はあったと思うんですねそれから今東日本大震災から含めるとやっぱ10年今日11年2年という形にもまあ月日流れてくるとなるとちょうどこれでもう一回再燃してくるこれは電気高。 物価高まあ原子力発電所をかさないなんていう形ウクライナ戦争が起こった形、まあ、ウクライナ戦争に関しての不動産の影響というのは別の動画も上げてますんで見ていただければと思うんですけどそういう形の部分になって電気料金高くなってるというになったらじゃあ太陽光発電パネルで発電すれば電気代安くなるんじゃないかななんて話になるということですね。ただややっぱりその否定派からするとい,やいや ちょうど太陽光発電パネルが10年耐久だからそれがちょうど終わった頃にもう一回ブームを作っててるるんんじゃなないのなんて揶揄する人もいますもう一つその否定派の意見から挙げてくるとそんなこと以前にお風で太陽光で風呂を沸かすなんてね、えー、なんとかじゃけんなんてね斜面じゃけんみたいな感じの熱ありましたね、えー、ピーラピーラじゃけんみたいなねああいうところ自体もありましたよね。 でもてめっきりそういうものもです、ね、屋根の上に残存物みたいに残ってるけどあれがじゃあ機能してお湯沸かして今も頑張ってるかっていうとそういうわけじゃないじゃないっていうんですね、まあ、まさにその通りということで、まあ、その意見に関してはやっぱ火の打ちどこがない論法だなと思ったりもするんですね。ただ今現状のののいいわゆる太陽光発電電システムのやり方というのは電気料金自体を払って であ違う電気自体を作ってそしてその部分で家で消費して余った部分を売ったとしても設備代の月々払払いいもええるよという考え方なんですね要はあれっていうのは携帯電話と同じでですねつけてそれが建物の販売価格に一緒になっている場合もあればいやいや 実はこの太陽光発電システムに関しては月々払い使用料この太陽光発電システムというのは使用料がありますいや使用料というよりは要は設備代ですこれを分割払いで払ってますなんていうケースもあるわけですこれも実はメーカーさん建てるメーカーだけじゃなくて注文メーカーもこれもバラバラです全く0円というところもあれば設備代で月々使用も払うところこれもあれば一番最初に設備代としてお金を入れてくださいよというところも正直ありますだからこれが一足ラインの 同じじラインじゃないんですね携帯電話のようにだからこそこれが非常に分かりづらくなるで加えてマイナスのんじゃのいうことは今は売電したとしても当然その部分に関して利益が出ているけど今後同じじ金額で買いいいい取ってくれるととう保証がないじゃなゃかと実際この売電システム家庭で作った電気を売るというこのシステムに関しては年々年々購入電力量というのがの価格帯単価が下がってきてるんじゃないかと。 じゃあ今は計算上、ね、売ってお金もらってそれでや,やりくりできる形になってるけど将来的には将来的にはこの販売価格が下がれば下がってしまえば当然その計算が合わなくなるからひいこらひいこらするんじゃないのという意見がやっぱりあるわけですね。まあ先10年後がどうなるかはやはりこの今の時代昔は読めましたけどねなかなか読めないとこ自体っていうのは非常に難しいとこです。あともう一つは この太陽光発電システムという部分に関しての部分で蓄電すするるかかしないかといとう問題もあるわけですね本当に非常時であればやっぱり蓄電した電気があってそれを家で使っていくというシステムがある家ならいいんですがそういう家ばかりではないわけですね。 要はだからこそすするんですね鮮度が落ちちゃう家の中で貯めて持ってられないからもうそれ売っちゃうしかないって感じで売っている形貯、まあ、めていればもし本当の停電時なんかに関してはその電気が使えてある程度何日間か維持できる、まあ、もし太陽光発電してても生きてるんであればなおのさらずっと蓄電できてる部分があるので何かの災害時で使える。だけけどこれれがが貯めるものがなければ 結局そういう家の場合はどうなってるかっていうと太陽光優先のコンセントがあってそこの1本は優先的に太陽光を使えるようにしますよという形になるぐらいただこれも私はこれメーカーさんに関してあの確認したことは正直ないですけど耐震した場合に関してやっぱりそれがそれだけの強度があるのか地震があった時にちゃんと使えるのかっていう裏支えがちょっとあるのかなと思ったりする時もあるんですけどねだからそういう部分に関しては、まあ、疑問を打つ方は結構正直いらっしゃる。 前原さんマイナスばっかり言うじゃないですかって言うかもしれないですけど実は私もずっとこうやって販売していてお客様からそういう言葉を率直に言われるからなんですね。自分の意見ではなないいじゃないかと言われるかもしれませんけど今言った言い方というのは全て購入を検討されているお客様からの声なんですねただ理論上は現況数字が合っているからという形になる。 ま,あまたはですね、現金を積んでいる形の家を買わなくても今、太陽光発電システムつけませんかっていう業者って、まあ、小田原市内外、インターネットなんか調べるといっぱい業者さんもいらっしゃるんで、まあ、その中から何かを選んでつけるというやり方をしていけばまた価格の差異の部分、比較検討がしやすくなるなと思ったりもします。いわゆるゼロ円でやれるなんていうね、そういう太鼓文句の、ね、ところもありますからね。まあ、それはどどどうううういいい金額システムにななってるのかわからないですけどね、まあどういう まあ売った時のお金があって元に入るのか入らないのかなんかも含めて、その辺はやっぱり何ともわからないところというのは正直あるんですけど、この太陽光発電システム、じゃあ今やっているもの自体が本当に10年後、ね、本当にそういう形でどのぐらいこの部分野の普及しているのかというのは注目です。またその東日本大震災の時に太陽光パネルをつけている人自体がちょうど10年経ってきているわけですから、この段階で太陽年数10年となれば。 太陽光パネルの張り替え、ね、当然ね10年太陽でもうこれ電池ダメだったらそたら交換しなきゃいけませんよね。あんまり聞きませんよね皆様そしてあなた聞いたことありますもう10年経ってこの太陽光パネルダメだから交換しようと思ってなんて話工事してるなんて話ってあんまり耳にはしないですよね。 だそういうものを考えても一度きりのシステムなのかってこう思う時があるわけですねじゃあいっそのこと10年経ったら全部パネルユニットから全部交換しなきゃいけないよ、まあ、これはもう電気の発電能力自体が随分前のもので悪いから新しいものに変えなきゃダメですよなんて話にな,なる可能性だって,十分あり得るってことですよねだその辺あたりの部分に関しても私は正直言うと太陽光発電システムの部分に関しては正直言えばここまで来てあれですけど肯定も否定もしません。 正直言うとそれぞれメリットデメリットは何やるにしてもあると思ってますのでまずお客さん自体がいろいろ聞いてみてそれは不動産会社の人、まあ、なかなかわからない,とい方もいらっしゃると思うんでじゃあちゃんと聞いてください私が納得する説明してくださいということを言っていただいて資料を揃えて聞いてみて納得するなら進めればいいし納得しなかったらやめますとい,いう形の部分で正直いいんではないかなと思います。 ただ、いろいろ聞いてるとね、あの家買ってあの売電システムですけど、すぐ売電できますってわけでもなかったりとかね、そういうケースなんかも結構聞くんですね、あの実際、住み始めて3か月後じゃないと、あの売電のこの金額にはなりませんからなんて話になったりとかですね、やっぱりいろんなケースがあります、その、えー、設備を10年間払い、120回払いなのかいや、これが15年ですとか7年ですとか、これも各メーカーさんでバラバラです、発電能力という部分に関してもバラバラの部分ですね、ださっきの蓄電の部分があるなしなんていう部分もあったり。 これがオール電化かプロパンガス併用タイプかこれでもまたいろいろ違うわけですよね。当然オール電化となれば 電気の使用量が多くなる。電気の使用量が多くなれば、どういうことかというと、売電する量が少なくなる。売電する量が少なくなる。ただ、やっぱりそこに対しての金額が少なくなるわけですから。そうすると、じゃあ、持ち出してお金払わないと、なんてケースもゼロではないわけですね。その分に関しては、一つずつ細かく。まあ、不動産でそういう形で太陽光発電システムがついているとなれば、当然それはね。不動産屋とすれば、設備なんで、説明する義務がありますんでね。ぜひご購入検討する場合、そのハウスメーカーさんなんかにしてもそうだと思うんですけど、一つ一つ。 確認していただければなと思いますでもまあ地球のためにはいいことだとは思うんだけどねというわけでこの不動産噛み砕き解説シリーズは小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説しますぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします拓見師相原裕介でした